松屋、期間限定、灼熱のシュクメルリ鍋定食を食べました。ご覧ください。朝からめっちゃ腹が減っててね、松屋人形町店にやってきました。会社に近い茅場町店は8時からなんですけど、こっちは7時から空いてるんですね。で、まずは50円引きクーポンを読み込ませて、シュクメルリ鍋定食880円を注文します。ご飯は普通盛りです。開店7時と同時におっさんが容器を押し寄せてて、店はいきなり6割近い混雑状態です。この後どんどん増えていきます。で、シュクメルリ鍋ってちょっと時間かかるんですけど、金婚ってことで取りに行きます。はい、できました。シュクメルリ鍋定食。なんか言えてないですけど。全体こんな感じ。グラグラ煮立ってます。鍋の下から固形燃料で加熱してるんですね。で、まずはベジファーストっていうわけじゃないんですけど、野菜で口の中を冷やしておきます。シュクメルリ鍋はめっちゃ熱いですから。で、まずは最初の一口目なんですけど、あんまりたくさん食うとね、熱いんで、まあ、用心してちょっと取ります。ニンニク味がなかなか効いてますね。めちゃめちゃ熱いです。なんか松屋によると世界一ニンニクを美味しく食べる料理っていう触れ込みです。で、まあニンニクもそうなんですけど、塩気が強くてね、ご飯には弱います。二口目、ちょこっと食べます。なんやこんなちょっとだけ食べるんかと思えるかもしれませんけど、これほんまにめちゃめちゃ熱いんです。もうこの時点で上顎ペロペロですね。猫舌の人もかなり厳しいんちゃうんでしょうかね。で、鶏肉をご飯に乗っけて食べています。これ乗っけて食べるのもね、美味しいですね。これはね、ジュルって言わさずに静かに食べるのはなかなか難しいんですよ。めちゃめちゃ熱いです。まあ、顔が熱そうですね。で、時々ね、口の中見えてまうんですけどね、部長法をね、ご了承ください。で、気になるカロリーは1072キロカロリー。塩分 5.2 グラムで、まあ、こっちの方もなかなかね、ニンニクと同じぐらいパンチ効いてますね。もうこんなん朝から食ってええんですかね、ほんまに。で、また野菜で口の中を冷やします。で、ネットで誰かがやってたら真似して紅生姜も混ぜてみました。これなかなか美味しいですね。まあ、松屋では紅生姜が万能ですよね。で、半分ぐらい食ったんですけどね、まだグツグツ言ってますね。固形燃料が燃えてます。面白いなね。これ、さつまいもが入ってるんですね。オリジナルのシュクメルリっていうのをネットで見たんですけど、これだいぶね、松屋アレンジが入ってるやつですね、これ。やっぱりね、ニンニクを美味しく食べる方法って言ったらもう二郎系じゃないですかね。で、依然として熱いですけど、静かに食っていきます。湯気がもくもく出てます。まあ、固形燃料も消えてだいぶ冷めてきました。鶏肉がゴロゴロ入ってるのは嬉しかったですね。まあ、松屋のメニューって結構鶏肉ゴロゴロ入ってるの多いですよね。で、さっきの紅生姜もう一回やってみました。これ結構好きな味でしたね。シュクメルリ鍋定食、期間限定なんで、興味のある方はお早めに。鍋をかき集めて、その後口でご飯も食べていきます。ご飯も最後まで綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ああ、暑かった。おまけ。ゆで太郎誕生日クーポン。ゆで太郎から1月の誕生日クーポンが来ました。ついに60歳になりました。肉なすそばを激辛にしてカレークーポンつけて食べました。この話はまたいずれ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。